左翼党はスウェーデンの左翼政党。前身は1917年に当時のスウェーデン社会民主労働党から分裂した左派勢力によって1921年に結成されたスウェーデン共産党。1990年に現在の党名となった左派党とも訳される。党の立場は社会主義とフェミニズムの党と規定。政治的目標として民主主義、 平等、連帯の上に築かれた社会、階級と、精査から解放された社会、構成で、環境的に持続可能な社会の実現を掲げている。外交政策では、欧州会議主義の傾向を持ち、スウェーデンの EU 加盟には反対していた。2004年の党大会で採択された綱領では、EU からの脱退を長期目標に掲げたほか、欧州議会議員選挙では、 通貨統合の廃止や国家主権擁護と環境保護重視 EU を途上国にも開かれた組織に変えることを主張するとともに EU の軍事化にも反対する姿勢をとったアメリカに対しては帝国主義的な軍事外交政策を厳しく批判する立場をとっている2010年9月の総選挙では与党の中道右派連合に対してスウェーデン社会民主労働党や緑の党とともに サハ連合を組んでいる。2004年1月に行われた日本共産党第23回大会に際し、祝電を送っている。また、同年2月に行われた左翼党第35回大会に日本共産党幹部会委員、森原君としが参加、経済のグローバリゼーションに関するセミナーで発言している。外国の党、組織からの党大会へのメッセージ。 新聞赤旗。h t t p w w w j c p o r j p a k a a t i k 3 2 0 0 4 0 1、so、1 7 0 4 0 3 html2008 年3月25日、閲覧。スウェーデン最奥党大会進行料採択し閉会。新聞赤旗。 http://www.jcp.or.jp:/aka-hata:/aik3:/200:/02:24:/0702 <ッ> HTML2008 年3月25日閲覧ありがとうございます。